皆さん今日もこんにちは。この動画では不健康で逆効果になり得る NG な食材の組み合わせについてご紹介します。健康志向の高まりでさまざまな健康的な食材で料理する機会や食べる機会が多いですが、単独では良いものの組み合わせてしまうと実は意外にダメな食材の組み合わせがあります。この組み合わせをしてしまうと栄養分の吸収が妨げられるばかりか、さまざまな病気や症状を引き起こしてしまうことがあります。それでは早速、健康そうに見えて実は不健康で逆効果になってしまう食材の組み合わせを5選見ていきましょう。1、玄米と野菜。健康的な食事を考えた時、白米を玄米に変えて、そしてサラダなどで野菜を多く摂ろうと考えるかもしれません。しかし玄米と野菜はどちらも食物繊維が豊富なため、これらを摂りすぎると食物繊維の過剰摂取になります。食物繊維は腸内環境を整え便秘の解消にいいですが、摂りすぎると実はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを排出し、ミネラル不足になるリスクがあります。カルシウムが不足すると精神が不安定になったり、骨粗しょう症や高血圧、動脈硬化の原因になることもあります。マグネシウムは筋肉の動き、骨の形成を促す働きがあり、この2つのミネラルが不足すると心臓の筋肉が十分に動かなくなってしまう恐れがあるので注意が必要です。とはいえ食物繊維は日本人が不足しがちなので十分摂るべきなので、これに魚や卵料理を加えると良いでしょう。2、大豆とひじき。大豆とひじきの組み合わせの煮物は和食のど定番ですが、実はこれは意外にも良くない組み合わせです。大豆に含まれる大豆サポニンには便通を促し便秘を解消する効果がありますが、ひじきが豊富に含む食物繊維と合わさると腸を刺激しすぎて下痢になる恐れがあります。また大豆に含まれるフィチン酸がひじきに含まれるカルシウムの吸収を妨げてしまうことも良くない組み合わせの理由の一つです。3、きゅうりとトマト。きゅうりにはアスコルビナーゼという酵素が含まれており、これにはビタミン C を破壊してしまう作用があります。ですのでビタミン C が豊富なトマトときゅうりを組み合わせるとビタミン C が破壊されてしまう恐れがあるのです。トマトだけではなく赤ピーマンにもビタミン C が多く含まれるので、赤ピーマンもきゅうりと組み合わせるのはやめましょう。アスコルビナーゼは人参やかぼちゃにも含まれているので注意。ただしアスコルビナーゼは熱や酸に弱いので、炒めて食べたり酢の物、漬物にする酢の入ったドレッシングをかけて食べると良いです。4、ほうれん草とゆで卵。日本人は鉄分が不足しがちであり、これが不足すると貧血を引き起こしやすくなります。ほうれん草は鉄分が豊富な食材ですが、ゆで卵を作る過程で発生する硫黄が鉄分の吸収を阻害する働きがあります。ですのでほうれん草とゆで卵を組み合わせて摂るのは避けましょう。しかしゆで卵ではなくスクランブルエッグなどならば卵を割った瞬間に硫黄が気化するので問題ありません。鉄分の多い食材はほうれん草の他にレバーやひじき、パセリ、小松菜、枝豆などがあり、これらの組み合わせにも気をつけましょう。5、きゅうりとビール。きゅうりスティックに味噌をつけて食べる組み合わせはビールのおつまみとしても最高ですよね。ですがきゅうりに含まれるカリウムは体内に溜まった塩分や水分を排出する作用があります。そして、それに新陳代謝を促すビールが組み合わさると、利尿作用が高まりすぎて、脱水症状のリスクが高まります。以上、いかがでしたか？意外な組み合わせから、よくやってしまう組み合わせまでいろいろあったのではないでしょうか。でも、必ずダメなわけではなく、お話しした注意事項を守れば、組み合わせて食べられるので、参考にしてみてくださいね。